君、ね、トロントで、こいつをこうです。この世には二種類の人間がいます。まず一つは普通の人、もう一つは酔っ払いです。どうも酔っ払いです。いい感じに出来上がってしまったので、そんな、ポンコツでもできるポンコツクッキング、サラダチキンユッケ、火も包丁も使わない、非常にチェキなということで、みんな早くレシピ見たいでしょ。レシピ見ようぜ。はい、リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ今回はね、本当にもう爆食できましたのでね、プリマハムのね、サラダチキン、110g ぐらいのもんですね、ペーペーしていきます。手頃のボウルにドカッとね、いってきます。そしてね、ここが一番重要です。これ、裂いていくの、こうやってね、これをね、手でね、こうね、こうやって裂いていくの、細かくね。サラダチキンで皆さん、そのまま食べること多いですよね。意外とね、これね、ハムとかと同じような用途で使えるので、結構ね、使い道があるんですよ。これがね、非常にいいつまみになるんです、これはね。非常にいいゾーンになるんです。これは酔っ払いは同じことしか言わないっていうのも本当だなっていうね。最近ね、僕がね、あまりにも酔っ払うとやっぱりね、恐怖を感じる方々がいるみたいなんですね。これね、そういう方はですね、ぜひですね、なんかね、動物を見てるような感じで見ていただければなっていうふうに思うんですね。ほら、ライオンとか見ると怖いじゃないですか、やっぱり。でも大丈夫です、危害加えないので。僕を見ているそのスマホとかパソコンのディスプレイを檻だと思ってください。そこから危害を加えることはありませんので、本当に、ちょっと気持ち悪いなと思ったら、Twitter と Instagram をチェックしてくださいね。あとね、本出てますからね、そっちをご購入ください。僕はベロベロに酔っ払いながら料理作ってますけど、その料理はですね、僕はシラフで考えた時のなので、味はある程度信用していただいて大丈夫です。はい、あと もちろん好みはありますけどね。僕の大好きな焼肉のタレですね。焼肉のタレを、大さじ半分、お味噌、小さじ1と1と半分、これぐらいですね。ごま油を、これも小さじ1、大さじ半ですね。お砂糖はね、小さじ半分、まあこれも大体で大丈夫です。はい、小さじ半分ぐらい、はい、これぐらいかな。はい、素手で、お味噌がね、ちょっと固まってる状態なので、ちょっと素手でわしゃわしゃと混ぜちゃうんですけども、箸で、混ぜていただいても全然大丈夫です。はい、このサラダチキンが非常にね、柔らかくてね、このユッケ味の味付けに非常に合うんですね。で、もうこんな感じで、全体にね、この味噌と、タレがまとわりついたらもうほぼほぼ完成なんです、こうやってね、はい、はい、もりもりもりでね、これね、今回はおつまみでやってるんですけど、これね、飯にも合うんですよ。このままね、ご飯にね、ドンってのっけてもね、サラダチキンユッケ丼になって美味しいんです。なんかくぼませてほしいんですけども、で、ここにですね、そう、小ネギを乗せていきます。そうあのね、ファンシーにやってくださいね、これね。ちょっと辛いもんなので、一味唐辛子、これをですね、パラパラと、まあ僕はね、ちょっと辛党で、お酒大好き人間ね、なので、これですね、卵、白身はね、ここに流していただいて、で、ここにね、卵黄をのけると。で、そして余った白身はどうするかというと、まあ、ちょっともう、こんな感じでね、ちょっと入れてください、体に。これがリュウジ流卵酒でございます。食品ロスには気をつけましょうね。こちらでサラダチキンユッケの完成でございます。はい、それではできました。早速食べていきたいと思います。いただきます。ちょっとなくなっちゃったんでね。ジャックダニエル、なんかこぼれてるけど、まあいいや。じゃあ早速ね、本題のサラダチキンユッケいただきたいと思います。君、ね、トロントで、こいつをこうです。生き返りました。まあ好みでいいんですけど、これでも全然美味しいと思うんですけども、これラー油ですね。ラー油をちょっとね、垂らしていただくと、これがね、いいんですよ。たまんねえな、おい。サラダチキンで非常にね、食べ口がサクとね、柔らかいんですよ。これはユッケだって、もう自己暗示にかけることによって、ほぼユッケ。料理をね、美味しく食べる秘訣って皆さん何だと思いますか？
心の持ちようなんですね、実はね。ありがたく食べるっていうのが非常に大事ですね。たかがサラダチキンとか思ってしまうと美味しくなくなっちゃうんですよ。こんな調理法によってユッケになるんだーって食べると、これが不思議と美味しく感じるんですよ。自己安心かけることです。うん、でもこれほんとうまいですよ。この味噌のコク、スパイスもいっぱい入ってます。ごま油の風味、ラー油と一味の辛味とですね、それを包み込むような卵黄のコクですね。これが全てマッチして本当に美味しくなります。あー、つまい、ラーですね。これ皆さんぜひやってみてください。押さえてる時のね、このね、トークがね、あれなんですよ。もう一番ね、考えなきゃいけないところでね、はい、ちょっと学もし合わせましたけども、まあ、とりあえずこれをね、さきさきして、はい、オッケーオッケー、はいね、どうせ楽天からだと思うんですよね。はい、これですね。はい、